オフリドの聖クリメント基地は南極のサウスシェトランド諸島リビングストン島に設置されたブルガリアの南極観測基地。基地はかつてソフィア大学肥満所として知られていたが1993年にオフリドの聖クリメントにちなんで命名された。オフリドの聖クリメントはブルガリア人で初の主教となり第一次ブルガリア帝国のボリス一世の支援を受け ブルガリアのキリスト教家に尽力した人物である。ザベースイン2012基地の範囲、ベースエリアファシリティーズイン2014基地の位置は、ナミー62度38分29秒成形60度21分53秒、ナミー62.64139度成形60.36472度、マイナス62.64139マイナス60.36472であり、 ブルガリア海岸の上、標高12メートルから15メートル、エモナ帝白書の内陸130メートル、エスペリドザキの北東、シネモレツ丘陵,陵の西南西、ゴリアマタ商工を望む位置にある。下記には、基地の範囲をレゾフ湾へ流れ込むの通る氷水が横切り、水を供給している。バーディク山脈と、1988年に建てられた、建造物エモナ帝白書と、 基地の主部施設アレクサンダー島の北西の端であるボストク岬への上陸に長らく失敗が続いた後、ソビエト連邦の調査船ミハエルソマブの輸送支援のもと、1988年の4月26日と4月29日に4人のブルガリア人体がリビングストン島にプレハブ小屋を設置した。これらの施設が1993年12月11日に、 再興されて基地は成立した。オフリドの聖クリメント基地の拡充計画には多目的施設の新規建設が含まれ、1996年から1998年以降にかけて施行された。リラの西洋案の名を冠したリラの西洋案制度は2003年に建設され、南極に設置された聖教会で初の施設となった。リラの聖洋案制度は、 正教会で最南端の聖堂である。ブルガリア郵便の郵便局が1994年、1995年から稼働している。基地は南極におけるブルガリアの活動に責任を負う施設の代表者らによって定期的に訪ねられ、2005年1月にはブルガリア大統領ゲオルギ・パルバノフも訪れている。リラのヨアン聖堂辞任と物資は 基地から300メートル離れた海岸の南西端にゾディアック船によって運ばれる。ヘリコプター発着場はゴリャマタ硝子の北に設置されている。オフリドの聖クリメント基地はブルガリア海岸からリビングストン島の内陸、沿岸部の各地へのアクセスに便利な立地条件にあり、バルカン雪原、バーディク山脈、プリスカ山脈、タングラ山地、ペルニカ氷河、ハントレス。 ヒューロン、カリアクラ氷河、セアディネニエ雪原などへの行くことができる。スペインのフアンカルロス一世基地はここから 2.7km 南南西にあり、海からは 5.5km である。ブルガリアのアカデミア基地はここから真西にニ 11km のタングラ山地の中にある。基地はブルガリアやその他の国々の地質学、生物学、雪氷学、地資学、 地理情報システムなどの分野の科学者による研究に利用されている。オフリドの聖クリメント基地は最も有力な南極観光の行き先であり、基地から西に1 2トルに位置している半名先からクルーズ船で訪問される。イワノフ、エルゼネラルジオグラフィーヒストリー・オブ・リビングストン・アイランド・イン、ブルガリアン・アンタークティック・リサーチ、エシンセシス・エズ・シー。 ピンパイレブエヌチペブ、ソフィア、ストリート、クライマント・オーリドスキー・ユニバーシティ・プレス。2015、ピアニッシモ、17から28、ISBN978 から9540739397。しかしながら、リラの西洋安制度は、制度としては簡易的なものであり、より本格的な建築を伴ったものとしては、 ロシア製協会のイタリ製産者制度が最南端となる。リビングストン島中央部、オフリドの製クリメント基地、アカデミア基地、フワンカルロス一世基地がある。ありがとうございます。